ついに絆創膏シリーズのみに入っている充電池が販売されました。もうこれは買うしかないですよね。もう第1弾もあったんですけれども、もう第1弾は食玩とガシャポンやデラックスで、買える充電池だったんですけれども、第2弾ではこの冒険者ですね、こちらのみは絆創膏を買わないとゲットできないということになってます。値段がなんとこれ500円かな、1個500円するんですけれども、絆創膏は1箱に3枚入りなので、実質充電池が300円だとすると、3枚で200円の絆創膏になります。これは結構ちょっと高いと思いますよね。では早速開けていきたいと思います。はい、中に入っていたのは、充電池と絆創膏3枚入りが、1ケースです。では絆創膏を開けていきましょう。絆創膏は全部で15種類になってます。そのうちの3枚が入っているらしいです。ちなみにここに書いてあるものが、出るとは限らないようです。ガブティラとアロメラスとパラサガン234、パラサガン、ステゴッチ、ザクトル、ガブティラとアロメラスとビヨンスも、あ、残念ながらゴールドは出ませんでした。絆創膏はこんな感じ。まあ、一般的な絆創膏よりやっぱりプリントがされているんで、ちょっとツルツル感はあるかな。箱にも説明があるんですけれども、剥がすときに優しいソフトな粘着力、傷に優しい特殊加工パッド、通気性を高めた HP 加工、ということで、まあ、通気性や剥がしやすさは考えられているようです。では次に今回から登場した、冒険者見ていきたいと思います。絵柄はこのような感じ、冒険レッドかな。ピン配列はこうなってます。左上2個と右下2個。では早速音声確認をしたいと思います。まあ、今までのスーパー戦隊シリーズの充電池と一緒ですね。続いてガブティラ。最後は恐竜人で。やっぱり絆創膏がメインの商品なんで、3枚だとちょっと少ない感じはしますよね。まあ、でも充電池のデザインをしているっていうのはお子さんすごい喜ぶと思うので、まあ、個人的な意見としてはもう何枚か追加で入っていると嬉しいかなと思いました。以上、充電池絆創膏2のレビューでした。